三門根聖院は、東京都豊島区高田にある寺院。本尊は、薬師る事故如来。創建は、寛永十三年、三大将軍、徳川家光公が、その乳母、カス局の発願により、山戸の国馳セテ小池坊より栄養を招き解散とし、神田白壁町に道を建立し、薬師る事項如来像を本尊とし、項を、今後宝山園受事項聖院と称したのが、 その歴史の始まりである。昭法2年、第二世坂戦の時、下屋に長町に移り、江戸城西の丸祈願書として、領二250国を賜った。上京4年7月新義新言集、江戸4火事の一火事となった。同年8月、仁和寺御堂公明院の院室を兼務して、院下となり、歴代の住職は、幕府の命によって選ばれる寺となった。この4が、 薬事は、はじめは、関東以北の新義新言宗三千家事の触れ頭で、あったが、この頃、新義新言宗が幕府より信を受け、やがて全国の新義新言宗寺院を、その支配下に置き、一時は、地域的に担任区域を定め、また、一時は一年間を式に分け四家事の当番月を、定めその任に当たった。この地は、元の下屋であったものを、 田やすに譲りは出され、文政の頃は一つ橋屋敷となったと伝えられている。下屋敷跡であり、池ありきあり樹木あり、また聖戦は切れた遊郷の地であり、宿坂より山門までの山道は、欅きの並木があり、山門の奥には、満々たる水をたたえた池があり、四季折々を楽しませた。ことに勝負の頃は散策と山系の人で賑わったと伝えられている。 昭和20年付近一帯の戦火の犠牲となり、山門を除いて消失した。戦後、都市化が進み、本堂跡は住宅地となり、昭和28年系大地の一部に再建され、平成14年現在の道運に改築された。ありがとうございます。